小林大賀がお送りしています。ここからは Brand New Live、 番組注目のミュージシャンに生演奏を披露していただきます。今日お迎えしたのはシンガーソングライターの植松陽介さんです。おはようございます。おはようございます。いい声出しちゃった。いやすごい。いやもう朝からすごいね。朝からすごいね。朝からよくこんな喋れるねってこと。いやもうなんかウェーみたいな感じじゃん。もうウェイウェイしてますよ基本的には。いやすごい。3時ぐらいから。いやまあ言ったら皆さんね、聞いてらっしゃる皆さん朝からもう頑張ってらっしゃるから、まあすごいな、もう声バリバリだもんね。いや今日ちょっと歌っていただきますからね、この後。いやいいですかちょっと。いや歌いますけど、いいですか。もうなんかプーさんみたいな感じ。顔もパンパンだし声バリバリだし、もういいのかな。大丈夫です、面白ければいいんです。あ、そうですか、すいません。ありがとうございます。植松陽介です。よろしくお願いします。横浜。前回の8月にシェアしたくなる歌声、シェアしたくなる歌真似の持ち主ということで、癖の強い楽曲ゴミの分別と、はい、歌真似メドレーといいますか、いろんな人っぽくレディゴーっていうね、歌っていただきましたけども、はい、穴雪大好きな人は衝撃だったでしょうね。いやなんか、ね、久しぶりにやって、あの結構やった当時は面白いっていう声と、あとはそのちょっとなんかやめてみたいな私の夢崩すのやめてみたいな、ね、そう声がちょっと聞こえてるんですけど、なんか物好きな方がすごく多いみたいで。そうですよね。嬉しいですね。再生回数もだいぶいってますしね、YouTube で。そうですね、なんか5万だか6万だかみたいな感じ。あれだって陽介さんの部屋でしょ。そうですね、部屋みたいなもんです。個人の部屋。ねえ、見たい人はちょっと YouTube でいろんな人っぽくレリゴーで調べてみてください。ぜひ YouTube っていうサイトはあのただなんですよね、あれね。そう、あれただなんです。ただで動画見れるってのはもう本当動画してますよ。ねえ、しまったなと思ったでしょ、上げちゃって。うん、ちょっとね今その動画してるでちょっと突っ込んでほしかったんだけど。動画してる、おーいえ。すいません、朝から本当におはようございます。さあ早速ですが、今日あれですね、ギターを持ってきていただいているということで。ターギーを持ってきました。さあそのターギーはルーナールーナーかな。ルちょっと調べて。あ、ルーナーだわ。ルーナー、ターギールーナーですよ。ターギールーナーです。じゃあ準備がよろしければ1曲目どんな曲歌っていただきましょうでしょうか。今日はね10曲ぐらいちょっとお伝えしようと思ってるんですけども。はい。長えわ。2曲ぐらいにしてください。2曲ぐらい。いやこの前ね、さっきあのおつじさんがゴミの話してましたね。してました、してました。ちょっといやゴミの分別歌った方がいいかなみたいな流れたんですけど、前回ちょっとゴミの分別やったので。朝も流したし。あ、そうなの。そうなんです。6時台で流したんだ。6時台からあの曲大丈夫なの。いやいや、もう皆さんゴミ出すね。あ、そうか、分別していただいて、ね、ちょうど、はい、今日はだからちょっと短めに、あのダーシャリアスっていう曲を。ダーシャリアス、ダーシャリアスっていうのはあのドア閉まります、あ、駅員さんのね、を早く言って、ダーシャリアス、ドア閉まります、ダーシャリアスっていう、っていう曲、っていう曲、あのモノマネをね、やるんですけども、俺あのちょっと昔からあの駅員さんのモノマネもしてたらしくて、みなとみらいですみたいなことで、ああいいですね、梅雨みたいな、で、あの声なんでなんだろうっていう時に生まれた曲をお届けします。もうこれ始めていいの。もちろんです。そうですか。ああもう見えるよ。はい、みなとみらいです。いつもこんな声で喋ってるからみんなに真似される。いつもこんな声で喋ってるからみんなにバカにされる。いつもこんな声で喋ってるけど可愛い彼女がいます。おつじさんみたいな。いつもこんな声で喋ってるけど普段は普通に喋ってます。いつもこんな声で喋ってるのは騒がしい中でも目立つようにみんなのためみんなのためなの。バカにしないでバカにしないで。ダーシャレス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 ダ
シャレスダシャレスダシャレス、こんな感じです。ワンコーラスワンコーラスやった。素晴らしい。いやなんかちょっと悪どいかなと思って。あいや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 すぎるとね。すごい今これ電車の中で聞いてる人爆笑でしょうね。これいつもこんなこと。いやうまいじゃん。そうだよそれはできるよね。いや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 僕なんか志村けんみたいな状況なんか。いや志村けんみたいなもんだよ。あんだよみたいなことあ、そっか近いあんだってのよみたいなことだよね。近いんだ。近いです。あのこれハイラリっていうんだけど、ハイラリンクスって言って喉をこう上に上げることハイラリっていうの。すげえ専門用語。そうそうそう、ハイラリンクスにし喉をこういうふうに徐々に上げていくとあのああいう声になる。うわでちょっともうちょっと大躍すると芝生、はい、みたいな声になる。そよみ横浜なるだよ。変だよ。ブランニューフライデーだよ。フライデーだよ。あんだよ。あ朝からなんだよ。ここから聞いた人はマジ。なんだよって思志村さんがゲストみたいな感じで。モノマネ芸人来てんのかなっていう。まあ半分そんなところもあると思いますけどね。本当にね。じゃあちょっと続いてはですね、僕実はもう植松陽介さんを尊敬してやまないんですよ。個人的に実はライブでも勝手にカバーさせていただいたりとかね。ああね、歌ってくれるんで。一曲ちょっと参加させてもらいたいなっていう、コラボとこまでいかないですけども。やりますか。今ちょっとさらっとね、実はなんちゃってでコーラスしましたけども。いやいや、もう素晴らしかったです、ね。あんなノリでちょっと一曲、なんかありますかね。ファンクっぽいっていうか、なんかリズムある感じがいいですかね。いや、だから、うん。今なんつったかわかんなかったからもう一回言ってっていう曲。今、ファンクっぽい曲がいいかなって言ったんですけど。ファンクっぽい曲？はい。あ、今なん、あ、それ今の曲名ですか？今なんつったか分かんなかったからもう一回言ってっていう曲。え？今なんつったか分かんなかったからもう一回言ってっていう曲を。やるんですか？やります。じゃあお願いします。朝からきついな、お前。ね、ぬるっと、ぬるっといきましょう。おはようございます。おはようございます。距離感の方が発した一言、それが聞き取れなかった時どうしますか。付き合いたての彼女と二人、憧れのクラブへ飲みに行った。一杯目のお酒を飲んだ時、彼女が何かつぶやいた。ねえねえねえ、陽介くんってこの間さ、仕上げレッスンやったってやってたよね。やべえ今この子なんて言った。ものすごい顔をしてる彼女に、まさかまさか、今なんつったかわかんなかったからもう一回言ってなんて言えない、怖くて言えない。今なんつったかわかんなかったからもう知れないから、言えないないない、 yeah, 言えない、聞けない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 、言えないない、聞けない、変な空気が流れて2分、僕はまだ言葉返せずにいた。そこで一つ思い浮かんだ。大きな賭けに出ることにした。いやそれしてもそれしてもやるんですよ、うん、ほら今なんつったかわかんなかったでしょう。不思議な顔をした彼女が、え、今なんつったの？全然聞こえなかった。はい、今なんつったかわかんなかったからもう一回言うよなんて言えない、怖くて言えない。今なんつったかわかんなかったからもう一回言うよなんて言えない、意味がわからない。その日
け。いや僕の中の理想がそうさせるだけ。酒の力じゃなくてそのままの僕で君に伝えよう。 To smile。 今なんつったか分かんなかったからもう一回言ってなんて言えない。怖くて言えない。今なんつったか分かんなかったからもう一回言ってなんて聞けない。怖くて聞けない。その一言が今夜の二人を決めてしまう。その一言で本当の君に触れてしまえるかもしれないから。ありがとうございました。聞きました。今なんつったか分かんなかったからもう一回言って。いや若干噛んでるけどね。もう一回言って。ありがとうございます。朝からよくそんなコーラスできるね。いやもうちょっと好きで。すごい、俺より歌詞覚えてんじゃねえかっていうぐらい。陽介さん好きで。ありがとうございます。いやこれやりたかったんだ。女の子の何言ってるか分かんない役。いやいや上手だよやっぱり。いや結構そのボーカルの子とかね、はいはい、で地方行ってライブするときとか大体彼女役を現地調達するんだけど、はい、ちょっと、うん、ちょっとまあいろんな女性とねこやってるわけですけど、はい、いやまあそういうやってるじゃないですか、ね、こら朝からすいませんね、はい、コーラスより緊張するんだって。あそうだってこれ変な話演技ですからね。そう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 、役者になるって。だからもごもごもごとかって言っちゃう子いて、はいはい、もごもごもごってあんな言わなかったね。確かにね、実際人間はね。なんつったか分かんない風に言うのって難しいんですよね。そうゴニョゴニョゴニョとか言っちゃう人いるんだけど、はいはいはい、ありがとうございます。素晴らしかったです。いやこちらこそありがとうございました。さあこれでね聞いて、はい、あもっと聞きたいなっていう方多分たくさんいらっしゃると思うんです。いやーいりますかね。大丈夫大丈夫ですかね。いる程でいる程いる程でね。ライブの告知をこれ告知しちゃう。お願いいたします。告知しちゃいますか。していいかな。11月20日、うん、するんかい。赤レンガ倉庫のモーションブルー横浜でライブしますので、はい、ちょっと席把握してないですけどあとちょっとしか席がないので、ほらあと本当に数席しかないかな、うんうん、本当今日予約しないと、はい、もう入れないかもしれないです、うん、ちょっと把握してないですけども、うんうん、ぜひいらしてください、はい、これはあれですね、スケコレ3という。そうスケコレってなんかこうスケキヨみたいですけど、うんまあなんかそういうタイトルつけた方がみんな来るのかなみたいな、うんうん、もうちょっとまあ覚えづらいかなと思ってそろそろやめようと思ってんだけど。年内はその11月20日そうです。で2019年は1月これは6日ですかね。あ1月6日はねこれは本当なんか中目黒ミュージシャン仲間でセッションみたいなことを新年会しようと思ってるので、うん、こっちはかっこいい陽介さんしか見ないなのもん ね、 ね。いやあんま歌わないかもしれないね。すごい多分いやミュージシャンが多分今のところね10人近く来てくれるっていうから、はい、すごいお得なライブかもしれない。まあみんな多分酔っ払ってるけど、うんうんうん、了解でございます。そして1月22日自由が丘ハイフン一人プレイ、すごい告知してくれるんだ。で2月8日中目黒楽屋ぐでんぐでんで、ね、楽屋って読むんだ。楽屋だ失礼しました。中目黒楽屋そうそうそうぐでんぐでんですでございます。これツイッターとかフェイスブックで見れるってことですか。イエス、はい、インスタグラムもやっております。ありがとうございます、はい。さあということで今日は植松陽介さんをお迎えいたしました。あっという間でしたね。ありがとうございます。最後に曲かけさせていただきたいのでじゃあ曲紹介だけお願いいたします。曲何かけるんですか。この曲ですね。把握してえのかっつって一番下に書いてあるこれですね。ありがとうございます、はい、じゃあ僕の曲をもう一曲聴いていただいていいですか。はい。電波ない。植松陽介さんでした。さよなら。ありがとうございました。聞こえる。そっちの声は聞こえてる。
聞こえる。こっちの声が届かない。いつもいつでも繋がってた電波、いつかいつからか障害感じる。いつもいつでも聞こえてた君の声が聞こえづらくなってる。電波ない、洋介さんかっこよかったな。なんかこの曲とかもさ、ちゃんとしたそのねトラック聞いてみるとめちゃめちゃ洋楽っぽくてかっこいいもんね。でも言ってることはくだらないっていう、もう最高のスキルの無駄遣いがね。あれで上松さんお疲れ様でした。ありがとうございました。さよならということで、最後おかけしたのは、上松洋介さんの電波ないでした。ありがとうございました。 FM 横浜 Brand New Friday.